ジョセフ・ディ・キャンプはアメリカ合衆国の画家であるオハイオ州のシンシナティに生まれた。オハイオの美術教師フランク・ドゥフェネクの弟子の一人となり1878年にミュンヘンに旅していたドゥフェネクや先輩のジョン・ヘンリーとワックトマンの後を追ってドイツに渡りミュンヘン美術院で学んだ。ドゥフェネクがトワックトマンやジョン・ホワイト・アレクサンダーとイタリアに旅したのにも同行した。 1883年にアメリカに帰国し、ボストンで活動した。エドモンド・チャールズ・ターベルやフランク・ウェイストン・ベンソンを代表的な画家とする20世紀の初頭に、ボストンで活動した画家たち、ボストン派の一人とされることもある。主に人物画を描き、最初、ジェームズ・マクニール・ホイスラーに影響を受けたスタイルで、あったが、徐々に印象派のスタイルに変わっていった。 1897年にトワックトマンやベンソンと共に新しい美術家集団10アメリカンペインターズのメンバーとなった。1895年に没したトーマス・ホーベン・レムの公認としてフィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーの教師を務めたが健康をお害して1年ほどで止めた。1902年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれた。 1903年から1923年まで、マサチューセッツ美術師班学校、マサチューセッツノーマル、アートスクール、現在のマサチューセッツ芸術大学の教員として、働いた。1904年の火事で、デキャンプのスタジオは被災し数百点の絵画、特に印象派的な風景画の作品は失われた。その後再び人物画が、主な題材となった。 デキャンプの作品は、ボストン美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。